小沢慶次郎小沢慶次郎昭和7年1月12日は、日本の造園家、策定家、教育者、文筆家、元桑名藩士。近代初の造園研究者。与いと合した。1842年、桑名藩医憾小沢長安の次男として、江戸築地の桑名藩士も屋敷で生誕。百五十五年一種長崎小細門家。漢学を、幕末の受者。 吉野の近に学ぶ。1862年、長崎に留学。長崎奉行、高橋修作の G となるが帰ってからは、蘭学者、小形広司祭の門に、続いて、三り修平の門入った。明治元年、藩より、英学修行を命じられる。一時は、家業の意思を志したが、1870年、上京し、海軍兵学校教官となる。 しかし翌年退職し、東京市販学校教官及び校長心得を歴任。明治19年教職を辞す。それ以来数十年にわたって、ひたすら日本造園史の研究に励み、晩年まで園林総章を編纂。その他、明治23年から38年にかけて国家に連載した延園玄流行は完成に至らず、 この概要をまとめたものを1912年、建築工芸雑誌に、庭園原流略校一巻から八巻までとして、また同年に、高楽園原流略記と、大名の庭を掲載。また1915年、日本園芸研究会、明治園芸史、第10編に、明治庭園記を掲載。造園関連の収集資料は膨大で、それらは、国立国会図書館に所蔵してある。 国家に、掲載の、延々源流行は1から141まで数字が、振られ、掲載された合数は5から46、48から67、69から78、80から93、95、97から134、137から140、142、148、153、156、158、160、 165,167,170,172,178から180。70歳になって、東京府立園芸学校において造園誌を講じていた。膨大な園林総書の編纂は、完成を見ないで昭和7年、91歳で死去。自身が観光を計画していた、園林総書を編集するために収集した造園、園芸関係古典籍は、 小沢文庫として国立国会図書館に買い上げられ古典籍資料室書館として保存されている。これら約200点ほどの資料は明治32から33年に旧帝国図書館により購入され、庭園関係のシャズが大部分を占めるそれら蔵書は現代の日本庭園史研究に大いに寄与している。 明治27年の向島の大火によって、小沢の所蔵をした書籍の多くが消失したが、消失を免れた本と、その後購入された本が、国立国会図書館に保存されている。旧帝国大学が買い上げた、小沢文庫とは他に寄贈を受けた知識や国文に関する、若干の旧小沢蔵書が、国立国会図書館に寄贈されている。小沢文庫は、 独立した文庫としては保管されておらず、他の古典籍とともに分散廃下されている。帝国図書館和館図書分類も黒工芸、平時、美術、書芸及び産業の部の演芸の校で、小沢文庫の対応を知ることができ、国立国会図書館デジタルライブラリーにおいて閲覧が可能。明治演芸史に収められた、明治庭園記は、幕末から、 大正初期に至る皇室から各地の大名、政治家や豪商、社事所有の庭園群の遠隔や現況が記され、多くの写真、図面が掲載され、また、公園の王子の数が詳細に記録され、王子の庭園状況を知ることができるため、極めて貴重な文献とされている。なお設計を、設計と表している。もともと策定器の作者を、 立花の都市なと示唆したのは、小沢で、その棚園の人物造園の著書、山水並の型図を、明治26年に紹介している。幾多の名士の庭作りを手がけた他に、各地の公園の新設改良だも、業績多く、公共園地計画に残した業績も大きい。代表作には、伊勢神宮内園を呼び、外園の築造と改修。 堺市、大浜公園、三重、休華公園奈良公園の改良案、日比谷公園新設計画への参画、麻布、三条公社区庭,庭,庭園、庭園代表作は、天王寺公園内日本庭園、別府市別府公園、栗林公園改修、ロンドン郊外における日英、同盟記念博覧会日本風林線の設計等がある。ありがとうございます。